戦国武将地方荒木村重湖、有岡城ですね。まあ、この方は、まあ、いろんな話ができるんですけども、まあ、一応ここにですね、まあ、一番有名な場所というか、村重湖の話をするときが、有名な場所である、有岡城という場所にしました。まあ、父の代からですね、まあ、要するに黒人、施設の黒人だったわけですよ。で、後のその池田市、この池田市っていうのがちょっと、わかりにくいんですけど、摂津の池田市ですね。要するにここに書いてありますけど、和田惟政と、まあ、伊丹と、荒木と、まあ、後に三守護とか言われますけど、まあ、村重湖だけが後でちょっと突出したような感じですね。まあ、37万石ですかね。まあ、ほぼ、摂津の国を一国、国主になったというところまでは良かったんですけど、まあ、その後ですね、何を思ったのか、まあ、結果から言うと、その千利休ですか、茶人になってるんですよね。お茶が好きだったんですかね。なんかそんな風流な感じにもちょっと思えないんですけど、まあ、いずれにしても信長には、ね、逆らって許されなかったんですけども、まあ、後秀吉に下って秀吉もよくこんな人を許したなと思いますけど、まあ、何かあったんでしょうかね。まあ、結局武将を辞めてですね、まあ、最後どういう死に方だったのかはよくわかりませんけど、まあ、ドラマなんかでもね出てるんで、なんか全く人が変わったような感じで、まあ、有名な俳優さんが演じてますから、すごいなと思いましたけど、全く別人ですよね。その辺はちょっとねよくわからないんですけど、まあ、そもそもここその信長を裏切ればどうなるかっていうのは分かってたはずで、まあ、有名なね荒木だし、まあ、超美人さんっていうことで、そちらのお墓も一応あるんで、後で行こうと思ってます。まあ、ちょっとその祭祀とかをですね犠牲にしてまで武将として活躍してたわけですからね、ちょっとその辺の本当の理由はちょっとよくわかりませんけども、どうなんでしょうね、本人じゃないとわからないですよね、それはね。はい。まあ、でもいずれにしてもですね、この摂津の国というのがその代々ですね、まあ、三好氏ですとか、まあ、寒冷細川家、まあ、中国地方や四国地方、畿内中心のその中間点にあったんで、両方から攻められるという場所でもありましたし、またその重要な拠点ということでこの有岡城ですから、村重湖もなんかもう少しこう考え方によってはですね、まあ、その織田信長のその情報というのが、まあ、かなり信長も村重に関してはなんていうか優遇していたというか、普通はそんなね条件付きで幸福なんてことはありえないんですよ。まあ、それを許してしまってるっていう部分がありますから、まあ、その辺はどうなんでしょうね。結構村重好きだったのかなんだか分かりませんけども、まあ、そういうことでですね、まあ、いずれにしてもちょっと分からない部分も結構多いという、荒木村重湖でした。